せーの、 D4DJ フォトメイデン TV。 はい、フォトメイデン花巻翔役の岩田春樹です。そして今回のゲストはこの方です。はい、どんどん青柳椿役加藤里穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして今回のゲストはどんどん青柳椿役の加藤里穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか来た。早速社の P カードが来ました。久々だなこれライブ前のバックステージに潜入しなさいをということで、こちらをどうぞ。ライブ直前フォトメイデン TV 突撃インタビュー、イエーイまあ人数は少ないんですけど、今回のターゲットはあちらにもいらっしゃるので早速行ってみたいと思います。あ、今日も可愛いですねありがとうございます。待ってました待ってました。改めまして、はい、フォトメイデン TV です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はインタビューさせていただきますが、はい、まずは、カメラに向かってですね、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、リフォ DJ ロンド青柳椿役の加藤里穂です。よろしくお願いします。可愛いって言うと喜んでくれます。扱い方分かってくれてありがたいですはい、まず一つ目、昨日の晩ご飯は、あーっと、1個目これでいいんですか。ね、なんか緩いかもしれない。もうちょっとあったよね昨日の晩ご飯は、はい、昨日はすき焼き弁当を食べました。すき焼き弁当でしょ。私は鉄火丼食べました。え、なんかちゃんといいの食べてんじゃん。いいのを小泉さんと岩田さんとつむぎさんで食べに行きました。畜生め。まあ、フォトメイデンなんで。あ、行ったのね、じゃあ昨日。あ、行きました。実はね、ラーメン食べに行っちゃった。嘘ついた。すき焼き弁当ってちょっと、いいこぶった。いいこぶったちょっと化けの皮を剥がしてきましたね。はいはい、最後まで剥がれるかな。どうかな。何ラーメン食べたんですか。味噌。あ、美味しそう。うまかった。地元のラーメン屋さんって感じで。いい、めちゃめちゃ美味しかった。ライブに向けてどんな準備をしてきましたか。はい、ライブに向けて、あ、でもそもそも今回もリハーサルみんなで合わせるっていう回数がこう限られてたので、一人、あ、なんか取れた精度をね、ちょっとでも上げていきたいなと思って、うん、一人でリハ、歌の練習とか、そうそうとか入ったりとか、結構綿密にどう見せようかなっていう風なのは考えてます。うん、あ、結構ロンドさんは他のユニットと違って、うん、踊りがないというか、こう音楽を見せる感じがすごいするなと思うんですけど、うん、普段どういう風にリハするんですか。なんかもう共通認識があればいいっていう感じなので、その振りが特にあるわけじゃないので、うんうんうん、ここの場所ではこの歌詞の意味合いを伝えたいので、うんうんうん、こう目を合わせようかとか、アイコンタクトだったりっていうのをすごく話し合ったりとか、曲の共通認識はしっかりこうみんなで、曲の印象とかイメージは共有してるってことですね。っていう感じですかね。だからこう結構独特な世界観というか、うんうん、ロンドらしいライブがいつも見れるんじゃないかなと私は思いますね。嬉しいです。今回も楽しみですね。ありがとうございます。楽しみです。続きまして、はい、楽しみです今日のライブの見どころを教えていただきたいです。はい、まあ、なんといっても野外フェスっていうのと、うんうんうん、あと24キャスト、そうですね、そしてレジェンドまで揃うっていうのはなかなか本当にないことなので、うん、本当にフェスですよね。いや、そうなんですよ。で、今までこうたくさんの人数でステージを上がったことあるけど、プラスね、レジェンドまでっていう、はい、本当にたくさんの人数で最後ステージが埋め尽くされると思うので、もうどこ見ても楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。そしてね、このライブ前に多分全ユニットが新曲のリリックビデオが公開されてたと思うんですけど、 そうだ、その新曲が今回発表されるんですか。はい、しますね。はい、どんな感じなんですか、その曲的には。今までと違う感じですか。はいはい、まあでも違いますね。新しい感じというか、まあ、ロンドらしさもありつつ、なんだろうな、切なさがまた詰まった、うんうん、野外フェスにぴったりな曲になってると思います。いいですね。野外で初披露っていうのもまた ね、 そうですね、印象深くなるんじゃないかなと思います。はい、続きまして、ライブ前の発声練習を見せて。そんな